こんにちは、姉妹キッチンと申します。このチャンネルでは私の飲食業の経験からご家庭でもお手軽で簡単に作れるメニューをご紹介していきます。はい、今回はしらすとかぼちゃとキャベツのおかゆをご紹介いたします。基本的に食材そのものを生かして塩砂糖などの調味料は使わずに作っていきます。プロセッサーや圧力鍋を使って、手間をかけずに作るようにしていますので、何か参考になることがあればと思っています。ではしらすの下ごしらえをします。はい、でお湯に少しつけて、塩抜きしていきます。はい、ざるにあげます。はい、では包丁で刻んでいきます。はい、これぐらいで完成です。かぼちゃの下ごしらえをします。まず種を取っていきます。はい、でしっかりよく皮目も洗いました。で今日皮も使っていくので、ちょっと硬いところを、取っていきます。適当な大きさに切って、お皿に並べていきます。で、まんべんなく並べたら、ラップをかけていきます。はい、で電子レンジで加熱していきます。時間は、火の通り具合を見ながら、調整します。はい、電子レンジでしばらく加熱しました。爪楊枝をラップの上から刺して、火の通り具合を確認します。今回ちょっと皮目も使うので、皮の方も、スッと爪楊枝が通っていくか、ちょっとまだ硬いのでもう少し、火を入れてみます。はい、電子レンジでもうしばらく加熱しました。爪楊枝で火の通り具合を、確認してみます。はい、だいぶ柔らかいみたいなので、電子レンジは、これで完了にして、でボウルに移していきます。で皮も使いたいので、こういった金属製のザルで、こしていきたいと思います。はい、皮目も細かく砕けました。これで完成です。はい、ではキャベツの下ごしらえをしていきます。まず外側何枚か硬いところを剥がします。はい、では適当な大きさにカットして、圧力鍋の中に入れていきます。はい、水を入れます。はい、ちょっとパンパンになってしまいましたが、圧力鍋、2気圧で、15分ほど、火にかけていきます。15分火にかけて圧力が抜けたので揚げていきます。ザルで揚げていきます。はい、煮汁は、野菜のエキスがしっかり出ているので、お粥を炊くのに使ったり、野菜のスープにしたりします。フォークで簡単に潰せるぐらいやわやわになりました。
はい、これぐらいで完成です。下ごしらえした食材は、フリーザーパックに、薄く平らに伸ばして、冷凍保管します。で、必要な分を、こうペキペキ割って、取り出します。ではお皿に盛り付けて、レンジで温めていきます。はい、今回はしらすとかぼちゃとキャベツのおかゆをご紹介いたしました。離乳食の下ごしらえはなかなか大変だと思いますが、圧力鍋やプロセッサーを使って工夫すればかなり手間を省くことができると思います。よかったら皆さんも試してみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。